はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回はペルソナコラボの交換所解説やっていこうと思います。潮見、ゆうき、なるかみ、あまみや、エリザベス、あだちということで、星6がね、6体いるんですが、これらのキャラがすべて交換可能になっているんですね。なので今回はどのキャラを交換した方がいいのかについて話していこうと思います。まあ、非常にね、優秀なキャラもいるということで、ぜひ参考にしていってください。ではもう実際にですね、交換所解説やっていこうと思います。行きましょう。ということで、まずは今回 S ランクからですね。 S ランクはこちらになります。はい、なるかみですね。なるかみはまあ転生進化の形態はね、攻略ですごい強くて、無効貫通3つ持ちに回復努力を2個持ちで、スキルは敵の防具0に光エンハンス2倍とランダム光急行生成と、リーダースキルは固定10万な代わりに攻撃力16倍で HP2 倍っていうね、すごい優秀なキャラになってます。はい、まあどちらかといえばリーダーというよりかはね、サブとしても使えてね、すごい優秀なキャラっていう感じのなるかみなんですが、まあキャラ自体は A プラスランクぐらいかな。この他 S ランクの理由はもちろん武器ですね。はい、この武器がスキルブーストとバランスキラー武器なんですよ。まずスキブとバランスキラー武器っていう視点で代用がないんですよね。そう、スキブとバランスキラーって視点でね。なのでこの視点でもうすでに強いんですが、スキルが9ターンで1ターンの間指を2秒短縮、1ターンの間ダメージ吸収を無効化と、まさかの9ターンの吸収無効武器なんですね。しかも指2秒短縮があることによって、裏裂解のペルセポネとかっていうね、指をめっちゃ減らしてくるキャラとしての対策もできますということで、めちゃめちゃ優秀なスキルになってます。非常に使い勝手も良くて、まあこれから間違いなく使っていくことになると思うので、ぜひこの機会に取っておいてください。この武器を取る目安としましては、上杉装備とか武田装備を持ってらっしゃらない方でね、吸収無効の短いターンの武器がない方はもう必ず取っておきたい。で、まあ上杉装備が持ってらっしゃる方はね、別に最悪持ってなくてもいいんですけど、一応上杉は HP が1になるんですが、このね、鳴神装備はね、 HP が1にもならないんですね。なので非常に使い分けもできますし、何よりね、バランスキラー、これ裏裂解とかの場合だったらぶっ刺さって強いんで、まあぜひこの機会に余裕があればね、取っておいてもらえればなと思います。はい、非常に優秀なキャラということで、鳴神は S ランク確定ですね。ぜひ取っておきましょう。じゃあ次 A プラスランクやっていきましょう。はい、続きまして A プラスランクは雨宮蓮ですね。はい、こちらに関しましてはね、究極進化後がね、スキルブーストプラス持ってて、超覚醒スキブプラスで1ターン遅延スキルなんで、実質スキルブースト5個持ちになります。まあでも実際に使うのは転生進化の方かな。指延長プラス2個持ちで、スキルブーストプラス持ち、7コンボ強化3つに追い打ち持ちです。こっちは残念ながらね、超覚醒がスキルブーストプラス没収されまして、 LG、ガドブレ、クモ耐性という風になっています。ただそれを踏まえてもね、 L 字も強いですし、ガドブレも非常に優秀なんで、多色パーティーとのサブでは使えるかなって感じ。指伸ばせるのもすごいいいところだよね。で、まあ軽く戻せるね、雨宮なんですが、スキルがね、敵の行動を2ターン遅らせてバインドと覚醒無効を全回復と、まあ、スキル使ってあげた場合は実質スキル4つ持ちだからね、普通に使い勝手も良くなります。はい、リーダースキルはね、3色以上同時攻撃で攻撃力が3倍、4色以上で固定100万ダメージ、回復の2コンボ以上でダメージを半減、固定攻撃力が5倍ということで、まあ、回復2コンボの時点でリーダースキルはあんまり使わないんですが、サブ要員としてすごい優秀なんですね、雨宮なので、ぜひね、 A プラスランクということで取っておいても損はないと思います。はい、で、まあ武器はね、闇泥鏡3つに指延長プラスという風になっています。まあただ武器で使うというよりかは、もう完全に転生進化で使うことが多いと思います。まあサブとしてね、火力も出せますし、非常に優秀なキャラになってるんでね、まあ余裕があれば交換してあげてもいいんじゃないかなと思います。まあただ雨宮に関してはどちらかといえば、もう持ってる人が多いんですかね。昔強かったですからね、そういう方は転生して使ってあげればいいと思います。多色パーティーのサブとして活躍してくれると思います。そんな感じです。ということで次行きましょう。はい、ということで最後の A プラスランクが足立ですね。まあ18ターンスキルブースト0ということで、変身すげえめんどくさいんですが、ルシアと組み合わせるとすごい強いんで評価上がりました。10コンボ強化、指延長プラス、神キラー、悪魔キラー、マシンキラー、攻撃キラー、体力キラー、回復キラー、バインド耐性プラスと、キラーゴリゴリでね、まあ、闇属性版アテン、かっこ弱体化バージョンって言われてるんですけど、まあこの子ね、スキルが1ターンの間悪魔タイプの攻撃力が 1.5 倍ということで、2ターンでスキルが打てます。まあそこじゃなくてね、リーダースキル悪魔タイプの HP が2倍、7コンボ以上でダメージを軽減、4色以上同時攻撃で攻撃力が18倍、固定1ダメージと、まあルシアと組み合わせてあげるとね、3コンボ加算も加わってね、非常に10コンボ強化も発動されまくって強いパーティーとなります。裏裂解等を攻略したい場合はね、
アダッチルシア非常に優秀なパーティーとなるんでね、結構使いやすいです。まあ、正直リーダーとしても使えるって時点でかなり優秀なんで、まあ、最悪交換してあげてもいいとは思いますが、まあ、あまり将来性はない上に他に強いタスクパーティーも多数いるんで、一応今の環境でまあまあ強いからなってことで A プラスランクにしてますが、そこまで交換は推奨してません。もし万が一ね、アダッチと、ルシアのサブですね、悪魔タイプのキャラがめちゃめちゃ綺麗に揃っててパーティーが組める場合だけ交換してあげればいいじゃないでしょうか。まあ、性能評価して A プラスランクにしてはいますが、かなり交換するのはリスク高いんで注意してください。武器はね、スキル 80% 以上強化毒耐性です。まあ、これは普通に強いけどね、一応まあ交換する際は注意してあげてください。 A プラスランクだけどほぼ A ランクみたいな感じでしたという感じです。次行きましょう。はい、そして3体目の A プラスランクですね。こちら塩見琴音です。はい、塩見に関してはね、スキルブースト2個持ちで12ターンで変身できて2ターン遅延打ってくれます。なんで実質この子はスキルブースト4つ持ちなんでね、非常に優秀なサブとなってます。まあ非属性パーティー主にレムーダンテのサブで入るかなって感じのキャラなんですが、変身するとこんな感じ、バインド耐性プラス封印耐性、回復努力を3つ、無効感2つに攻撃キラー、悪魔キラーです。回復努力を3つ持ちなんでね、パーティーの支援がかなりできるので非常に優秀で、無効感2個もあってね、最終的な状況では火力にも貢献することがちょっとだけできます。はい、スキルは全ドロップを火、光、回復ドロップに変化、 HP を 20% 回復、バインドと覚醒無効状態を5ターン回復っていうスキルになってます。まあ3色陣あるんでね、非常に使い勝手はいいですよね。ただまあ覚醒無効5ターン回復も強いんだけど、回復力がやっぱアマテラスには圧倒的に劣るんですね。なのでまあ基本的にアマテラスで回復ご了承してる場合に比べたら、やっぱ安定感減るっていうことも考えると、別にそれアマテラスでよくねって言われたら、うん、アマテラスでもいいかなってなるから、まあギリギリ A プラスランクだけど、このキャラ自体は A ランクって感じかな。うん、別にまあそこまでなんでね。ただまあ火力特化にしたい場合はね、圧倒的に優秀なサブなんで普通に使ってあげれます。でリーダースキル、火属性の攻撃力と回復力が2倍、 HP80% 以上でダメージを半減、火を5個以上つなげて消すと攻撃力が8倍、固定値ダメージと、まあ、エンディバーと組み合わせると強いらしいですが、あんまり強くないと思うんで、まあレムダンテでいいかなって感じではあります。はい、ただ一応この子がね、 A プラスランクの理由としましては、この武器ですね、武器が強くて、卑劣強化2つ、ヒドロ強2つ、暗闇耐性、お邪魔耐性、攻撃強化を持ってます。2ターンの間、チーム内の非属性強化の覚醒1個につき、攻撃力が 50% 上昇、再下段横一列をヒドロップに変化というね、このエンハンススキル、これが本当に強くて、普通に倍率狂ったエンハンスなんで、かなり使い勝手がいいです。まあ、この武器のためだけに交換する価値があるレベルでね、普通に最低限の強さを持ってると思います。まあ、余裕があれば取ってあげればいいんじゃないでしょうか。こちらがね、塩見琴音となっています。はい。あくまで強いけど、まあ、武器が強いって感じかな。キャラ自体は A ランク。そんな感じのキャラでした。じゃあ次、A ランク見ていきましょう。はい、ということで A ランク1体目はエリザベスですね。まあ覚醒も弱いですし、まあスキルはね、 HP バインド覚醒無効全回復あって、2ターン属性吸収無効があって使いやすいんですが、覚醒の火力の低さは異常で、リーダースキルもね、闇属性の全パラメーターが 1.5 倍、4コンボ以上で攻撃力が3倍、闇を5個以上繋いで消すとダメージを軽減 2.5 倍と、これまあ火力がね、なんと衝撃の 11.25 倍しか出ないということで、火力が低すぎて使い勝手が悪すぎます。なんであんまり使うことはないエリザベスなんですが、武器だけですね、追い打ちに回復努力を持っています。でスキルも2ターンの間、回復力とドロップ操作時間を 1.5 倍、2ターンの間ダメージ吸収、属性吸収を無効化と、まあ、非常に強い武器なんですよね。ただスキルターンが24ターンとかなり重いことだけが弱点ですが、まあ、いろんなパーティーでね、普通に溜まってもいいスキルとしてアシストしてあげれば非常に強いと思います。例えばポロネとかにつけてあげたらね、溜まってもいい吸収無効、属性吸収無効スキルとしても使えるんでね、かなり使い勝手がいいと思います。そういう点ではね、エリザベス武器はね、めちゃめちゃ優秀なんで、武器目的で引けたらラッキーって感じかな。ただまあ最悪交換しなくてもどうにかなるんで、そこだけは分かっておいてもらえればなと思います。そんな感じでした。そしてもう一体の A ランクがこちら、勇気ですね。勇気に関しては、まあ、転生進化7強3つあるんですが、あくまで火力が出るだけ、超覚醒無効感もあるけどね。スキル全ドロップのロックを解除し、6色時に変化、 HP とケース内ドロップ状態を全回復と。スキルはね、結構強いんだけどね、ちょっとスキルターン、スキルチャージがあるとはいいのも重いかな、さすがに。うん、まあ優秀っちゃ優秀だけど、まあ、使うとしてもサブかな。リーダースキル、火、
水、光の同時攻撃でダメージを 60% 軽減、攻撃力が5倍、6コンボ以上で攻撃力と回復力が3倍というね、だけなんですが、指定3色って視点で使い勝手は悪いし、あんまり使えないかなって感じではあります。まあ優秀っぽいキャラではあるんですが、正直今無理して交換してまで、うわ、これが強いっていう活用方法がないという点も踏まえると、まあ A ランクが妥当かなとは思います。でまあ武器はね、水ぞろきょう2つに暗闇耐性2つにお邪魔耐性2つという感じですごいギミック耐性でも優秀。スキルは3ターン受けるため上撃炎3ターンの間ドロップがロック状態で落ちてくると激炎スキル持ちなんですね。なのでまあこの子に関しては武器として使ってあげるのが一番かな。やっぱ武器が強いコラボなんでね、ペルソナは、まあ、武器として使ってあげるのがいいんじゃないかなとは思いました。そんな感じでした。ということで最終的な評価に関しては、まあ武器が最強のナルカミが S ランクですね。そして雨宮、多色パーティーのサブで優秀なんで、プラスランク。そして新キャラのね、足立、一応ね、まあ本当は A ランクにしたいんですが、正直ルシアと組み合わせると超強いしね、テンペラのサブ組んであげれば A プラスランクだと思います。はい。そして塩見ですね、武器が非常に優秀なキャラになっていて、まあ武器の目的でも交換する価値はあり。でまあ普通にね、変身後のね、塩見、非常に優秀なキャラなんで A プラスランクと。あと、その他2体、エリザベスと、塩見、ごめんなさい、エリザベスと結城ですね、が、A ランクとなりました。そんな感じです。まあね、ぜひ交換したいと思っていらっしゃる方は、参考にしてみてください。ということで、チャンネル登録、高評価、ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。